はい、お疲れ様です。弁当できました。今日はこんな感じ。うん、いいんじゃないかな。うん、なんかこのなんだろうね、この同じものがこういっぱいあるっていうね、たくさんあるっていうのはやっぱりちょっとした迫力になりますからね。いかがでしょう、この、ね、隊列、弁当の隊列ずらーって向こうまでね、ずらーってあったら迫力ありますでしょうかという妄想です。はい、もう喋ることはないですね。喋ることはないね。なんか大杉蓮さん最後ゴチで負けとって腹取ったね。最後大杉蓮さんがこう最後にこのゴチった後でこう救世されるというですね、なんともあの後味の悪い人生。いや違うな、あれはあれで良かったのかな。うん、俺だったら嫌だなと思いますけど、はいね、ご冥福をお祈りいたします。というわけで、あいやありがとうございます。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。またね、バイバイ。